尖閣諸島の有事リスクがどんどん高まっているさなか、陸上自衛隊では12式地対艦誘導弾の長距離化を踏まえて、石垣島にミサイル部隊を配備することを決定したよ。これまでにも、陸上自衛隊の地対艦地対空ミサイルを有する部隊は、沖縄本島をはじめ宮古島や、鹿児島県の奄美大島にすでに配備されており、今回の石垣島を含めて南西諸島への配備は4カ所目となるな。相変わらず中国のプレッシャーは強烈だから、あらゆる方法を使って日本の領土を守ってほしいと思うよね。さて今回は皆が注目している、石垣島へのミサイル部隊配備について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。そもそも南西諸島は、鹿児島県の南方海上から沖縄県の与那国島にかけて、1200km にも及ぶ範囲に点在する島々の総称だけど、1997年頃から本格的な海洋進出を強めた中国海軍と、最前線で対峙する位置となり、緊張感が高まっているってわけ。かつての中国は、陸続きで接する旧ソ連との国境線を国防上の最大の課題として、その防衛を担う陸軍重視の政策を採用していたんだけど、ソ連崩壊に伴い方針を転換、台湾併合に向けた東方海上への進出を軍事目標としたことで、南西諸島に緊張感が高まることになったよ。南西諸島を第一列島線と名付け、自国の防衛のために、必ず死守しなくてはならない線として考えている中国のことだからな。日本の領土に勝手に線を引いて何を考えているの？という常識は中国には通用しないもんね。中国は、その第一列島線において、制空権及び制海権を確保することで、アメリカ軍の影響力を排除する方針を目標に掲げているよ。さらに中国はこの第一列島線の東側の日本の伊豆諸島から小笠原諸島、そしてグアム島、サイパン島からパプアニューギニアを結ぶ線を第二列島線と位置づけ、西太平洋地区を自分の勢力圏とする構想を打ち出しているってわけ。この二対の線、そしてその内側の部分で制海権を確保するために、中国は海軍の拡張をどんどん進めているんだ。空母の運用、新型戦闘機の開発、ミサイル兵器の開発、様々な手を使って、仮想敵国であるアメリカに対して強く抵抗しているわけだね。そんな中国にとって、尖閣諸島は太平洋の出入り口に当たる場所であり必ず確保しておきたい要衝ってわけなんだ。そういうこと。ここに日本やアメリカがミサイルを設置したり、空軍基地を設けてしまえば中国本土が攻撃範囲になるのはもちろん、自慢の海軍を太平洋に出撃させる際に大きな障壁になるから、かつては、周辺海域の海底に埋蔵されていると言われている豊富な石油などの、資源を目的に尖閣諸島の領有権を主張してきたと言われる中国だけど、すでに資源は自国で十分賄えるほど生産しているわけで、真の目的は対アメリカ戦争時の障害を未然に排除することが目的なのだろうと考えられ始めているよ。もし、中国の野望が達成された暁には、現状でアメリカ海軍がほぼ独占してる、太平洋やインド洋における支配権を駆逐し、2040年頃をめどにアメリカ海軍と互角以上の海軍力を保有し、世界の海を二分する勢力にまでなってしまうことが考えられるんだ。ここまで壮大な中国の海洋進出の計画を鑑みれば驚異的な速度での海軍艦艇の建造にも納得がいくんだけど、果たしてその青写真が計画通りに進行できているのかといえばそうとばかりは言い切れないみたい。中国における目標の一つ、第一列島線内の制海権の確保は2010年頃までの目標に挙げられていたんだけど、日本は海上自衛隊の潜水艦戦力の増強を行っており、ひとまず2012年には常備22隻体制を確立したことで、少なくとも東シナ周辺までの制海権を中国に許すことにはなっていないね。また、今回取り上げる石垣島への陸上自衛隊の地対艦地対空ミサイル部隊の配備も、第一列島線内の中国軍の艦艇や航空機の作戦行動を阻害する手段のうちの一手であると言えるよ。今回、石垣島に装備されるミサイルは12式地対艦誘導弾と呼ばれるものなんだけど、12式地対艦誘導弾は、陸上自衛隊が2016年より導入を開始したもので、重装輪車両によって運用される移動式のミサイルシステム兵器で、陸上自衛隊では SSM-1 回と呼称されているんだ。最大射程距離は推定値で約 200km 弱と言われ、今ではそれほどの長射程ではないんだけど、2017年に改良型の開発にゴーサインが出され、射程距離の延長が進められることになったってわけ。
改良型の開発については、2020年12月には当時の内閣と国家安全保障会議の決定によって打ち出された、新たな防衛力整備計画に際し、最優先で開発を行うべき兵器に位置づけられ、近未来の防衛システムの一翼を担うこととなったんだ。具体的には、現状で約200キロ弱の射程距離を、敵の兵器の射程距離外から攻撃が可能な形に延伸し、最初の改良では約 900km、最終的には約 1500km。これは、中国や北朝鮮が保有する短距離弾道ミサイルに匹敵する距離になるんだが、この部分まで性能を高めることを想定しているぜ。また、重装輪車両に搭載する形式以外にも、航空機への搭載による空対艦使用、艦艇への搭載による艦対艦使用等、運用するプラットフォームの多層化によっていつでもどこでも発射が可能な体制を構築することで、敵国に対する抑止力として運用することを想定しているな。仮に、石垣島に配備した12式地対艦誘導弾を想定すると、すでに現在の性能でも尖閣諸島は十分防衛できるし、尖閣諸島に接近する中国軍艦艇を先制攻撃するには十分な性能を有しているね。これが射程距離を 1500km まで伸ばすと、中国本土にある敵航空基地や有力な、港湾海軍艦艇などを狙って先制攻撃が可能になるってわけ。もちろん、現行法令では先制攻撃などできないけど、基地攻撃能力について検討が進められ、その方針が正式に是となれば中国の喉元に合い口を突きつけるような形になり、かなりのプレッシャーになることは事実だよね。このような状態になるまで、放置しておいたことが問題ではないかとの声も聞かれるんだが、アメリカも日本も、中国の軍拡がここまでのスピードで進むとは誰も考えていなかったんだよな。ソ連の崩壊、冷戦の終結を誰も想像していなかったように、かつて想定されていたことよりも明らかに変化のスピードが速いぜ。1980年代までは、日本の航空自衛隊が当時世界最高の制空能力を誇る F-15J イーグル戦闘機によって、尖閣諸島や南西諸島の制空権を確実に掌握していたんだけど、中国の航空戦力も充実してきた結果、もはや数的優位は中国に奪われてしまい、その差はこれからも開いていくと想定されているんだよね。現在、航空自衛隊は最新鋭の第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2の、通常滑走路仕様の A 型を105機、短距離離陸垂直着陸が可能な、B 型42機の合計147機を調達してステルス性能による質的優位を確立する戦略をとっているけど、これでも中国の所有する戦闘機の機数には全然足りないよ。この F-35 ライトニング2のステルス性能ですら、それを探知するレーダー類が近い将来実用化されるのは確実と見られており、早ければここ5、6年で新型レーダーが実戦配備されることになれば、ステルス機による優位性を失う可能性もあるんだ。つまり、制海権と制空権を維持するためには、いかに先制攻撃を仕掛けることで、敵の戦力を前言することが必要かっていう、そういう戦略の大転換が必要なんだね。撃たれる前に敵のミサイルを破壊する、察知される前に敵のレーダー基地を破壊する、などの先制攻撃が行われなければ国防も成り立たないからな。そういう意味での基地攻撃能力なんだから、左翼系活動家の主張に惑わされることなく、しっかりとこの点は議論を深めてほしいと思うぜ。12式地対艦誘導弾頭の地対艦ミサイル部隊を南西諸島へ配備する最大の目的は、南西諸島イコールつまり第一列島線を越えて東に進出しようとする中国海軍艦艇の行動を抑止することであり、第二列島線への到達を防ぐことにあるんだ。中国海軍が空母遼寧や空母山東に続いて航空母艦の建造を進めているのは、第二列島線内の支配力を高める狙いを持っており、第一列島線上の日本や台湾への攻撃に用いる可能性は極めて低いと言われているものの、自国の領土や領海を他国の艦艇に蹂躙されるというのは、決して歓迎されることではないよね。アメリカにとっても日本が少しでも中国艦艇を牽制してくれれば、とは思うだろうが日本としては自国の領土が侵されない限り先制攻撃はできないわけで、アメリカの事情だけでは動きが取れないのも事実だぜ。と言っても、アメリカが日本のために一緒に戦ってくれるかどうかも、疑問符が残っちゃうんだよね。尖閣諸島について、日米安保条約の範囲内かどうかは明確にしていないアメリカ、施政権が及ぶ範囲において日米安保同盟は有効であるという、不明瞭な回答に左右しているアメリカを、どこまで信用すればいいかわからない部分はあるからね。あれほど守ると言っていたウクライナも、
結局はロシアの攻撃を許して戦争は長期化する様相を見せており、アメリカの優柔不断さばかりが目立つことになっているんだ。アメリカを信頼することも必要だが、アメリカが率先して動いてくれると思うのも尊敬。それぐらいのイメージを持っておいた方が良さそうだな。そういう意味で、今回の石垣島へのミサイル部隊配備は、日本だってやるときはやるぞとアピールするには十分だし、実行力のある防衛だと思えるよね。ちなみにアメリカは、装備される1-2式地対艦誘導弾に強い関心を持っていると言われているぜ。自国にない兵器で、かなり性能のいいものを持っている日本の1-2式地対艦誘導弾について、その技術提供を内々に持ちかけてきたそうなんだけど、日本がどう対応したかは明確ではないんだ。だけど、アメリカと日本が共同で作戦に当たらなくてはならないのは事実。お互いが都合のいいようにくっつくのではなく、覚悟を決めて共通の敵に当たる時にはしっかり当たってくれる。その確約だけは欲しいものだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。ねえ、最近はあんまり潜水艦の情報が入ってこないけど、新しい情報はないの？なんだよ、いきなりどうした？確かに戦闘機や護衛艦、空母なんかの話は入ってくるけど、日本の潜水艦事情は聞かねえな。今現在、収益中なのは、そういう型潜水艦だよ。新型の開発改良なんかの情報はないのかよ。はいはい、ございますよ。確かに現在収益中なのは、そういう型潜水艦だよね。これはよく聞く潜水艦だね。当然軍事開発は、どんどん進化していってるから、日本だって新型の開発は進んでるよ。そういうに続く潜水艦は、3000トン級の潜水艦らしいよ。情報では、今現在稼働中の潜水艦の次の次までの製造まで取り掛かっているらしいね。そうなのか。そんなに進んでたんだな。知らなかったぜ。まあ軍事開発はトップシークレットだから、一般の自分たちに情報が入るのは、かなり進んでからになるからね。知らなくても仕方ないよ。そういう型潜水艦は聞いたことあったけど、その次の次まで進んでいたとはね。本当に軍事開発というのは、進化が早いよね。そりゃそうさ。各国が競争してるようなもんだからな。開発をどんどん進めないと、自分の国だけすぐに置いていかれるからな。他国より一歩でも先を行ってやろうと各国必死さ。その通りだね。軍事開発は、日々目まぐるしい進化を遂げている。少しでも他国より遅れを取れば、あっという間に置いていかれてしまうからね。多額の資金や、膨大な時間を使って各国しのぎを削ってるんだ。ところで、そのそういう型の次世代型どんな進化をしてるのかな？そうだ、肝心なことを聞いてなかったぜ。よろしく頼む。それじゃあ行ってみよう。2019年6月に幕張でマスト2019というイベントが開催されたんだ。このイベントは、防衛装備や技術、海洋や航空安全に関するシンポジウムなどが行われたんだよね。このイベントで、新型潜水艦のイメージ図を三菱重工業が発表した。このイメージ図は日本だけじゃなく世界の関係者たちの注目を集めたんだ。おお、やっぱり三菱重工業だよな。さすがだぜ。うん、そうだね。三菱重工業の開発力と技術力は世界でもトップクラス。いや、技術力だけで言うならナンバーワンかもしれないね。この三菱が発表した潜水艦のイメージ図に書かれていた新型潜水艦の正体について大きく3つの説が流れたんだ。そうか、まだイメージ図の段階では新型潜水艦の正体はみんなつかめていないんだね。そう、だから各国の関係者の間では色々な憶測が飛び交ったんだよね。まず今日本が開発中のそういう型潜水艦の時間3000トン級だという説、時に3000トン級の改良型潜水艦という説、そして今回の主役である3000トン級の次の艦という説が主な関係者たちの予想だね。なんかよくわかんないね。確かに少しわかりにくいよね。じゃあそのあたりを説明するね。まず3000トン級潜水艦は、現行の最新型そういう型をベースにしているから、詳しい人が見れば違いはわかりやすいんだよね。だから、今回発表された潜水艦のイメージ図は、その次に開発されるさらに新しい型式の潜水艦じゃないかと言われてるんだ。でも、このイメージ図の潜水艦の性能などに関しては、確定している情報などは入ってきてないんだよね。ただ今までの、そういう型と比べてみると艦体自体のフォルムが違っていて、流線形を取り入れたようなフォルムになっている。それでも、やはりまだイメージ段階だから、どこまで現実に即したものなのかは、わからないんだよね。ってことは、三菱重工業が発表したのは、
あくまでもイメージの段階だから、今後開発を進めていくうちに、発展していく可能性もあるってことだな。それじゃあ、まだ今の段階では艦隊のイメージしかできてないってことなんだね。性能などに関しては全くわからない状態なんだね。そうだね。でも専門家や関係者の予想は発表されてるよ。それを見ていこう。謎に包まれた次世代潜水艦だけど、現在のエンジン機関ディーゼルとリチウムイオン電池の併用はそのまま使用するだろうとされていて、このエンジン機関の始まりは双流型11番艦からが始まりだったんだ。リチウムイオン電池は電力容量が飛躍的にアップできたので、それ以前に使用していたスターリングエンジンや非待機依存推進機関を廃止した。そうなると、双流型潜水艦の双流と応流の2隻、後継艦の3000トン級潜水艦3隻はリチウムイオン電池を併用したエンジンになりそうなんだ。この5隻でディーゼル機関方式とリチウムイオン電池のエンジンノウハウを積み重ねてきたから、次世代潜水艦はより進化したエンジンになるだろうと予測されているよ。でもよ、今世界で主流になっているのは、原子力潜水艦だよな。この無限に動力を供給できる原子力の方が、長い期間深海に潜って任務をこなす潜水艦としては理にかなってると思うんだがな。うん、確かにそうだよね。軍事大国と言われてる国の潜水艦は、ほとんど原子力潜水艦だからね。でも日本人ならほとんどの人が知ってると思うけど、日本は核兵器を持たない、作らない、持ち込ませないの非核三原則があるから、現時点での原子力エネルギーを軍事目的に利用することは、政治的にも世論的にもなかなか難しいことなんだよね。そうだよね。原子力発電所でさえ今現在でも一部の反対派がいるもんね。軍事目的となるとさらに反発は大きくなるだろうからね。でもね、この状況が変わるかもしれないという情報が入ったんだ。アメリカの軍事産業の一翼を担うロッキード・マーティン社が、小型核融合炉の実用化に向けての開発を進めているということなんだ。この小型核融合炉は原子力潜水艦で使用されている原子炉とは全くの別物らしく、厳密な定義からすれば原子力エネルギーではないのではないか、ということなんだけど、これも果たして実態はどうなのかな？原子力エネルギーじゃないなら、日本の潜水艦にも搭載できる可能性はあるかもしれないな。確かに、搭載できる可能性はあるかもしれない。でもそれが必ずしも潜水艦の性能アップにはつながるわけではないと思うんだ。日本の潜水艦応流と投流は今現在でも静粛性は世界と比べてもトップクラスなんだ。音で敵の位置を察知する海中での任務において静粛性が高いということは、これだけでも他国からすれば脅威になる。敵のソナーに探知されず、自国に近づく敵艦を追尾するような防衛面でも、より広範囲での積極的行動も可能だからね。新しい小型核融合炉を搭載できたとしても、この利点が損なわれるようでは話にならないからね。なるほどな。日本が専守防衛の国だから積極的に他国に出向いて作戦行動を取るわけじゃないから、長期間海中で行動できる原子力よりも、現在のリチウムイオン電池搭載艦の方が自国の領海を守るという点では、合っているのかもしれないな。そうだね。日本の周りには海からも空からも、ちょっかい出してくるうざい国があるもんね。まずは中国だね。ここ最近この国は軍事拡張にかなり力を入れているからね。今の感じで軍事用の艦艇を増やしていくなら自衛のためにも日本の潜水艦の能力向上は大事だね。日本としては、艦艇の数を増やして大きなコストをかけるより、性能の向上を図りたいところだよね。そうだな。軍事費はかならないからな。資金力よりも技術力で勝負だな。もう一つ忘れてはならないのはお隣韓国だね。韓国は現在、原子力潜水艦の建造にかなり力を入れている。現在就任中のバッチさんと呼ばれる潜水艦も原子力推進型に改良すると言われている。なんで韓国はそこまで原子力潜水艦の建造に力を入れてるのかな？そりゃあやっぱり陸続きのお隣にクレイジーな国が存在してるからな。これは間違いなく世界屈指のクレイジー国家だね。同じ民族同士なんだけど、この両国はいつ有事が起きてもおかしくない状況が続いてるからね。文大統領時代は割合良好な関係は築けていたんだけど、今年に入ってからは、北朝鮮が南北共同連絡所を爆破するという、イカれた行動に出たんだよね。世界中がびっくりした事件だよね。そんなイカれた国を相手にするんだから、潜水艦は必要だと思うんだけど、実際は北朝鮮を攻撃するのにわざわざ潜水艦を使う必要はないと思わない？そうだよね。韓国と北朝鮮は陸続きだから38度線を越えて攻めた方が効率いいもんね。そういうことか。なんとなく分かってきたぜ。結局、
韓国がなぜ潜水艦建造に力を入れてるかで言うと、日本ってことだよな。うん。その通りだね。日本と韓国はことあるごとに揉めてるからね。揉めてるというよりあちらが政治的目的で難癖をつけてきてるだけなんだけどね。自国で何か問題が起きれば日本を叩いとけばいい。というノリみたいなもんだよ。その日本に少しでも脅威を与えて優位に立っておきたいというのが、本当の狙いなんだよね。そうだな。こっちは相手にしてないが、韓国が日本をライバルと思ってるみたいだしな。要は軍備を強化して日本から常にマウントを取っておきたいってことなんだね。まあそういうことだね。話が逸れてしまったけど、日本には海を隔てたすぐ近くにこれだけの問題があるんだ。だから、新型の潜水艦を開発、建造し、常に隣国に対して牽制していかないといけないってことなのさ。次の新型の潜水艦は、また世界を驚かせるような潜水艦になると思うよ。技術力ならまだまだ、世界でもトップクラスだからね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。現在、日本が開発している F2 戦闘機の後継機となる予定の第6世代戦闘機次期戦闘機だけど、この次期戦闘機で運用する予定の無人戦闘機も同時に開発が進んでいるよ。無人戦闘機ってかっこいいよね。近代的で、すごくそそられるよ。無人戦闘機は、母機に随伴し、AI による自律飛行が可能であるとされているからな。しかしながら、それでも無人機に対して指示を出す必要はあるため、現状では次期戦闘機は、無人機操作のために複座式となるのか、すべてを高度に自動化して短座化するのかまでは決まってはいないみたいだぜ。そうだね。さて今回は、そんな次期戦闘機用無人機を開発中であることについて、解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。次世代の第6世代戦闘機は、西側先進国を中心に世界各国で開発が進んでいるんだけど、現在のところの第6世代戦闘機のコンセプトの一つとしては、母機となる戦闘機に無人機が随伴し、母機は無人機と共同で戦闘行動を行うことにより、より作戦の幅を広げつつ、母機の生存性を向上させようとしているんだ。日本でも次期戦闘機として第6世代戦闘機の開発が2021年より本格的に開始されているけど、3代目の国産戦闘機として F3 とも呼ばれており、無人機についても2021年に実証機の開発関係費の予算が計上されているよ。フルスケールでの開発が進められることになり、次期戦闘機と同様、2035年頃に配備される予定となっているよ。現在は、自衛隊の作戦及び任務の遂行に応じたミッションシステムや、インテグレーション技術の研究開発及び各種武器を統合する、火器管制システムなどの研究開発を進めている状況らしい。また、現在開発中の無人機は、前述のミッションシステムやインテグレーションとの、緊密な連携とそれに対応した自律飛行制御技術の開発が求められており、母機のパイロットが移行制御せずとも自律飛行を行い、所定の任務遂行が可能なレベルの無人機開発を行っているようだな。将来的には、敵対勢力の人間を無人機が、自動的に攻撃するような戦場になっていきそうだね。そうだね。そして、現在無人機に求められているものは、母機のパイロットの生存性を高める高度な自律飛行及び作戦遂行能力、有人機では不可能な高機動性、人間の搭乗が不要であるため、機体内部容積を兵器及び燃料に割り当てることによる、兵器搭載量及び燃料搭載量の増大と機体凹凸の削減によるステルス性の向上だよ。コストパフォーマンスについても、有人機に比べて、パイロットの搭乗スペースや操縦機器を削減できるんだ。そして、最悪撃墜されてもパイロットの損耗を防ぐことができるので、兵装を使い果たした場合でも機体を敵機や敵艦船に特攻させて攻撃することすらできるってわけ。もちろん、無人機といえども非常に高価な装備だから、簡単に使い捨てることはできないけど、パイロットという非常に貴重な人材を無意に損耗しなくてよくなるというのは、非常にコストパフォーマンスが良いと言えるよね。防衛省は、無人機に関して以前より強い関心を示しており、実は1995年より無人機の基礎技術の研究を開始しているんだ。そして、2004年には本格的な無人機の開発費用として3億円の予算を計上し、最終的には開発経費103億円で4機を生産。2009年より航空自衛隊にて国産無人機の配備を行っているみたい。この無人機は、搭載母機の F15 から空中にて射出され、あらかじめ決められたルートを偵察飛行し、自動で定められた基地に着陸するというものとなっているよ。そのため、攻撃任務に使用することはできず、
米軍のグローバルホークに代表される無人機に容易地上基地から遠隔操縦できるわけでも、長時間の飛行が可能なわけでもないんだけど、戦闘機から無人機を射出して運用するというコンセプトは、現在開発中の無人機につながるところもあるとのことだよ。航空自衛隊では、米軍より導入したグローバルホークと同様に、遠隔操作できる無人機の研究も進められており、無人機開発の先進国である米軍ではグローバルホークが、有名な無人機として挙げられるんだけど、この他にも現在米軍にて開発が進められている、XQ-58A バルキリーと呼ばれる機体があるんだ。このバルキリーという無人機を開発した企業は、米国の軍需産業の中ではほぼ無名と言っても良い企業であり、その名をクラスト社というよ。バルキリーは、機体に搭載された AI によって、亜音速飛行による長距離自律飛行が可能となっているんだって。この機体は、2019年3月に初飛行しており、2021年3月には試験飛行も6回に達し、6回目の試験飛行では、バルキリーに内蔵したウェポンベイより、小型ドローンを射出する実験にも成功しているんだ。これにより、無人機で無人機を運用することが可能であることが実証されたことになり、無人機の可能性をさらに大きく広げるものとなったぜ。バルキリーに搭載されていた小型ドローンは、アルテウス600と呼ばれており、米空軍研究所が現在提唱している低コスト消耗型航空機技術の一環として開発が進められたもので、高度な電子線及び電波情報の傍受などの任務を遂行することができる機体となっているみたい。そして、米空軍では2019年よりスカイボーグ計画と呼ばれる、自立型無人システムの実戦配備を目指すプロジェクトを進めており、これにより、組織化した無人航空機群を運用することにより、紛争地域への迅速な展開及び敵戦力への効果的な攻撃と進行阻止を、比較的低コストに行うことが可能になるとしているんだ。一方、日本における無人機開発については、防衛省は偵察機や戦闘機等の広範な機種による、無人機の運用を想定しており、最新のデジタルモックアップ技術を活用して、さらなる研究スピードの向上が図られているようだぜ。そのような中で、今回の次期戦闘機とともに運用する予定の無人機については、これまでの日本の無人機研究開発の成果の一つであるとも言われているな。防衛装備庁旧技術研究本部では、2016年8月に将来の無人機に関する研究ビジョンを公表しており、その内容としては航空無人機の研究開発を中心としていたんだけど、2019年以降からは第3分類無人技術検証と呼ばれるフェーズに移行しており、遠距離見通し外運用型の無人機技術の検証を行っているところとなっているようだね。この後、第4分類無人技術検証にて、戦闘型無人機の研究開発も進められていて、これでは、第3分類無人技術検証にて行っている検証のほか、近距離見通し内運用型、特殊飛行型及び携帯型、ドローンなども候補とされているんだ。現在、これらの研究を基礎としつつ、現状に即して適時研究内容に柔軟性を持たせつつ、無人機の研究開発が進行しているってわけ。また、単にドローンと呼ばれるものでも、用途によって様々な大きさや型式があるぜ。日本が開発しているのは、どんな無人機なの？防衛省で現在開発が進められている次期戦闘機と連携運用する無人機の種類は、近距離見通し外での運用型でありかつ、携帯型無人機とでも言うべきものであるように思われるんだ。これらの無人機開発及び運用思想は、現在の世界の潮流でもあるんだけど、日本においては F-15 イーグル戦闘機の最近代化改修計画が予定通り進んでいない現状では、第6世代戦闘機の開発及び無人機開発に注力していくのは、日本の防衛力整備においては当然の対応であると思われるね。世界各国においても無人機開発に力を入れており、米国においては、2021年2月に米国防高等研究計画局から、ロングショット開発計画と呼ばれる無人機開発計画を発表しているよ。そして、米国内3社に対し、空対空ミサイルによる敵機の迎撃を可能とする、ドローンの設計プランの提出を求めており、このドローンは、母機となる有人機を護衛し、有人機パイロットの生存性確保につながるものとされているんだ。2022年現在、世界はロシアによるウクライナ侵攻によって軍事的な緊張感が大きく高まっているよね。そのような中、米ロは第6世代だけではなく、第5世代や第 4.5 世代戦闘機への無人機運用能力の付与を検討していると専門家の間で囁かれているってわけ。このような米ロの動きに対して、日本は防衛予算の制約もあり、研究開発が遅れていると言わざるを得ない状況ではあるんだけど、
今後、航空戦力の無人化は避けては通れない重要な案件であると言わざるを得ないんだ。日本に大きな軍事的圧力を加えている中国は第6世代戦闘機の開発よりも、無人戦闘機の研究開発に力を入れていると言われており、ロシアのウクライナ侵略において、ウクライナ側は無人機によって、ロシア軍部隊に効果的な打撃を与えているとメディアを通して報じられているからね。現在の無人機開発の進捗状況によっては、将来の日本の防空体制、航空優勢の確保に甚大な影響を及ぼすことはほぼ間違いないよな。日本は現在、限られた防衛予算を様々な研究開発に分散して投資しているけど、無人機開発という今後の日本の防衛環境に大きく影響する分野に関しては、分散した防衛予算の選択と集中を行い、現在よりも無人機への研究開発予算を大幅に増額する必要があるのではないかな。さらには、今回のウクライナ侵略戦争を見たドイツは国防予算を大幅に増額し、自国の防衛能力の増強に努める方向に大きく舵を切っているしな。日本も中国という、ロシア以上の軍事大国からの軍事的圧力を受けている状況だから、防衛予算の拡充も速やかに検討すべきだと思うな。その通りだね。日本はいつまでも平和ボケと呼ばれる状況で安穏と過ごすのではなく、自国は自国でも守れるよう努力すべき時に来ているってわけ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。次世代兵器といえば、レールガンやレーザー兵器を思い描く方も多いんじゃないかな？次世代兵器の代表格だもんね。SF チックなのは大好物だよ。日本ではレールガンの本格的な開発推進が決定し、他にも米国やロシア、中国、ロシアなどでも研究が進められているぜ。それらの国々の中でもレールガン開発の分野では、米海軍が最も先行しているよね。さて今回は、そんなレールガンを超える新型砲弾を、米軍が開発していることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。まずはじめに、このレールガンとは、従来の火薬等の削薬による爆発エネルギーを利用して砲弾を射出する方式とは異なり、物理学でいうローレンツ力と呼ばれる電磁誘導の力で砲弾を射出する方式となっているよ。ローレンツ力を生み出す原理上、非常に大きな電力を安定的に供給する必要があり、さらに射出する砲弾を加速させるに十分な距離が必要なことなど、レールガンを実用化するには、まだ大きなハードルがあるんだ。米海軍では2015年に全長 9.1 メートルにも及ぶレールガンから、弾体重量 10kg の砲弾を最大初速度マッハ7で射出し、185km 先の目標に命中させる計画を予定していましたが、技術的な問題から実現することはなかったよ。また、他にも次世代兵器で最も有名なものがレーザー兵器だろうけど、これも世界各国で開発が進められている中、やはり米国が開発を一歩リードしており、2020年5月には、揚陸艦ポートランドに搭載したレーダー発射機で無人機への試射を実施し、撃墜に成功しているみたい。さて、このレーザー兵器については、非常に長い研究の歴史があるんだ。遡れば、半世紀以上前の1960年代から開発がスタートしており、研究開発を開始して60年余り経過してようやく、船舶に搭載可能な規模にまで小型して、無人航空機を撃墜できるレベルにまでには達したのだと言えるから、ここに至るまでに要した人員と予算は膨大なものであったことは想像に難くないよね。だが、それでもまだ実戦配備できるレベルではないんだよな。このように次世代兵器の開発に膨大な予算を計上している各国だけど、米海軍はとうとう長年開発を進めていたレールガンに関しては、レールガンが有する弾頭速度などの優位性が薄れたとして開発が中止されることになったよ。これは、ロシアや中国が開発している最大速度マッハ9レベルの極超音速ミサイルに対して、初速度マッハ5から7程度のレールガンでは、開発に成功しても対抗することは厳しいということのようだけど、レールガンの代わりとなる有力な兵器システムが開発されたことも大きく影響したようだね。このように米海軍が次世代兵器開発に苦戦している一方で、米陸軍では新たに HVP 超高速発射体と呼ばれる砲弾の開発を進めているみたい。これは、HVP 砲弾を米陸軍が保有する 155mm 自走榴弾砲より発射し、巡航ミサイルなどの空中目標を迎撃しようとする計画となっているよ。そして、
2020年9月初旬に米国のニューメキシコ州にあるホワイトサンズ実験場にて、HVP 砲弾にて巡航ミサイルを模した無人標的機 BQM-167 の迎撃試験に成功しているんだ。これは、今までは対空ミサイルや高射機関砲でなければ迎撃が困難であった空中目標に対して、自走榴弾砲でも迎撃をすることが可能になるということであり、陸軍においては自走榴弾砲のあり方を一新する非常にエポックメイキング的な出来事であったと言えるな。この自走榴弾砲による空中目標への射撃は米国では初の試みであり、この実験では ABMS アドバンスドバトルマネジメントシステムと呼ばれる射撃管制を使用して実施され、迎撃実験で使用された HVP 砲弾は、初速度マッハ5以上で発射され、巡航ミサイルを模した BQM-167 無人標的機を撃墜しているよ。米陸軍では将来的には、有効射程距離 100km 以上を目標として開発を進め、次世代型の自走榴弾砲に HVP 砲弾を搭載するとしているんだって。そして、今回迎撃に成功した音速で飛翔する巡航ミサイル級の標的だけではなく、超音速極超音速で飛翔する弾道ミサイルの迎撃をも視野に入れているみたい。この HVP 砲弾が実用化されれば、今まで対地攻撃の用途でしかなかった 155mm 自走榴弾砲に対して、極めて高度な対空戦闘能力が付与されることとなり、陸上兵器の運用体系にも大きな変化が訪れることが予想されるな。具体的にはどんな変化なのかな？例えば、HVP 砲弾により半径 100km の戦域防空が実現できれば、これまで方面軍や師団レベルの防空を担っていた中サム中距離防空用地対空ミサイルシステムや、ペトリオットミサイルなどの広域防空用地対空ミサイルシステムをすべて HVP に置き換えることで一本化することが可能となるね。さらに HVP 砲弾の単価は900万円程度と言われており、コスト面では中距離広域防空用の地対空ミサイルよりも、圧倒的に低コスト対弾道ミサイル迎撃用のペトリオットミサイルパック3であれば、1発約3億円であり、兵器体系の一元化と合わせて、近年兵器の高度化高性能化により調達価格の高騰にあえいでいる米陸軍にとっては、HVP は非常に魅力的な兵器システムであると言えるぜ。ちなみに、現在運用している 155mm 精密誘導砲弾 M982 砲弾は、地上目標への GPS 誘導も可能で最大射程は約 40km の性能を有しており、その砲弾単価は1発あたり約700万円程度だから、HVP 砲弾は現在運用している砲弾と比較しても、それほど大きなコスト差はないと言えるぜ。そして、これは米陸軍だけに止まらず、レールガンに見切りをつけた米海軍でも導入に向けての研究が進められているみたいだよ。米海軍では、アーレイバーグ級イージス艦などの戦闘艦に、広く搭載している5インチ単装速射砲 127mm マーク45モッド4より発射可能な HVP 砲弾を開発し、すでに試射するまでに至っているんだ。これは、2018年のリムパック演習にて HVP 砲弾の試射を行っており、その際の結果として、最大射程は約 80km、速度はマッハ7以上にも達したみたい。海軍は以前より極音速極超音速で飛翔する砲弾に強い関心を持っていたからな。その結果として、艦載用レールガンの研究開発を推進していたわけだが、レールガンを発射する際に必要とする膨大な電力に関して、駆逐艦内しは巡洋艦内という限られた艦内容積の中で安定的に供給する手段を確立することができなかったわけだ。米海軍の駆逐艦で最大の発電能力を有するズムボルト級ですら、レールガンを発砲した後には、艦内で電力不足が発生してしまい、他の電子機器が使用できなくなるという状況になるそうだからね。ロマン兵器は膨大な電力が必要になるのか、なんだか急に SF が嫌な意味で現実味を帯びてきたね。そして、海軍にとっては、レールガンよりも HVP 砲弾を導入することの方が、非常にコストパフォーマンスが高いからね。レールガンも HVP 砲弾も同じ超高速砲弾にカテゴリーされる武装だけど、レールガンの場合、艦艇に搭載するには、艦艇の設計段階からレールガンを搭載することを考慮した艦を新造する必要があるんだ。実用面から、既存艦へのレールガン搭載は非常に困難だと思われるよ。しかしながら、HVP 砲弾は、既存艦に搭載している速射砲をそのまま、ないしは、小規模な改修により使用可能ってわけ。陸軍とは違い、莫大な建造費用を必要とする駆逐艦や巡洋艦をやすやすと代替できない海軍からすれば、弾道ミサイルなどの迎撃手段として超高速砲弾を必要としているという条件の中で、
開発中のレールガンよりも容易に低コストで導入が可能な超高速砲弾が存在するのであれば、そのレールガンに関わる必要は全くないというわけだね。これらの開発状況を踏まえると、HVP 砲弾は将来的に非常に有用な兵器となり得るのではないかな。特に防空兵器としては、現在日本が開発を開始すると発表したレールガンよりも非常に有効な兵器であると考えられ、米国が中止を決定して以降に対弾道ミサイル迎撃用として、レールガンの開発を決定した防衛省の見通しについて、疑念を抱かざるを得ない状況なんだよね。防衛省としては、日本の電源開発技術小型高出力発電機や蓄電池技術等の世界的優位性から、レールガンを開発可能であると目論んだようだけど、そもそも、レールガンという技術に HVP よりも将来性があるのか、甚だ疑問が残っちゃうのも事実ってわけ。コストを軽んじてロマンを追い求めるほど、日本には余裕がないもんね。日本は、対弾道ミサイル迎撃システムを増強するためにイージスアショアの設置計画を進めていたけど、防衛省の不手際もあり中止に追い込まれ、その代替案としてイージス艦の新造の方向に進んでいるんだ。現在米国が開発を進めている HVP 砲弾は、日本の弾道弾迎撃用としても活用が期待できるよ。知っての通り、現在の日本は、中国の軍事的圧力が強まり、北朝鮮の弾道ミサイル開発も進んでいる中で、日本のミサイル防衛体制の強化は喫緊の課題となっているぜ。現状は、海上自衛隊のイージス艦に搭載した SM-3 による日本全国を迎撃範囲とする広域防衛、航空自衛隊の PAC-3 による首都圏など一部地域のみ迎撃範囲とする拠点防衛の2段階迎撃体制となっているけど、PAC-3 の迎撃範囲は非常に限られており、実質的には、弾道ミサイルがイージス艦の SM-3 による迎撃をくぐり抜けた場合、PAC-3 で守られた首都圏など以外の地域は、座して死を待つしかない状況となっているんだよね。また、日本が保有する SM-3 艦対空ミサイルや PAC-3 地対空ミサイルの数は限られており、実際に戦争が発生した場合、弾道ミサイルをすべて迎撃できる量では全くないみたい。そのため、高価で数を揃えられない迎撃ミサイルではなく、比較的安価で数を揃えやすい超高速砲弾に注目が集まっているんだけど、日本が選択したレールガンという方式が、本当に実現可能なのか、それとも、早急に米国に要請して HVP 砲弾について日本も資金援助するなりして日本にも導入できるように動いていくのか、ウクライナ情勢もあり日本の防衛環境が日々悪化していく中、この日本の動向についても非常に注目していくべきだと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。